エリカ賞は日本中央競馬会が阪神競馬場の芝2000メートルで施行する競馬の競争である。レース名の由来は植物のエリカから。2歳限定の条件戦ながら、後のダービー馬をはじめとする GI 優勝馬を多数輩出しており、出世レースとして競馬ファンの間で知られている。施行時期は阪神競馬の年末の開催でほぼ固定されており、 2013年までは、阪神ジュベナイルフィリーズ前日の土曜開催となっていたが、2014年は有馬記念前日の土曜開催となる。2015年から2017年までは開催休止となっていたが、2018年より復活されることになった。1985年以降のデータ。バレーは2000年以前も現年齢を用いる。 平成26年第5回阪神競,競,競馬番組日本中央競馬会2014年8月3日閲覧平成30年第5回阪神競馬番組日本中央競馬会2018年7月29日閲覧平成27年第5回阪神競馬番組日本中央競馬会2015年8月3日 閲覧2014年レース結果競馬ラボ2014年12月28日閲覧2018年エリカ賞スポーツナビ2018年12月8日閲覧2019年エリカ賞スポーツナビ2019年12月7日閲覧2020年エリカ賞スポーツナビ2020年12月12日閲覧ありがとうございます